耳タブ、耳タブ、耳タブタブレット。どうも、タグアンボーイです。27日目でございます。早速やっていきたいと思います。イニスフリーノーセバムミネラルパウダーというものでございます。こちら、韓国コスメでございまして、まあ、韓流メイクするにはね、ベストかなと思ってちょっと買ってみましたので、今日これね、使ってみたいと思います。可愛いですね。非常になんか小さくてコンパクトですね。クッションファンデついてるんですよ。柔らかい。コンシーラーですね。アイブロウを描いていきますかね。アイブロウも今注文してるんですけどね、ボロボロになってしまったアイブロウを使っていきたいと思います。眉マスカラ塗っていきます。それではハイライトとシャイリング塗っていきます。続いてアイシャドウを描いていきます。エスポルールカラーリオレンジ、変わんないですよね。27日目ですね。はい、終わりました。新しくね入ってきたこのクッションファンデですね、これしっかり使いこなせるように次回頑張っていきたいと思います。それではまた明日もお会いしましょうね。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。シェイシェイついてに恋ダンス、よいしょ。